さっきね山口さんがまじまじと見てて面白かったので写真に撮ったのであとでツイッターに許可を取って載せておきたいと思います。まあ、リポートでも秋らしいリポートどんどん増えていますが、スタジオも秋になりましたね。はい、ここ、はい、気づきました、言われる前に。気づかなかったんですよ。気づかなかったですよね。だから朝いつ変わったんですかね。あ、多分夜、今日、まあ、昨日の夜間帯だと思います。何にもいつも通りにここ座って準備してたら、はいはい、あのスタッフの人に、うん、あのコスモスに変えたんですよって言われて、あっつって気づかないですよね。意外と気づかなかったんです。ですよね、キャスターもこうやって喋ってるから気づくかもしれないですけど、言われないと気づかない人多いかもしれないですよね。そうなんですよ。意外と何も見てない、周りを見ず皆さんの方がすぐに、ね、そうですよね、うん、言う前からあーって今気づいた方もいらっしゃるようで。ちなみにこの前は何だったか覚えてますか。あ、ひまわり。ひまわりの間一個挟んだじゃないですか。おー、この緑。あ、緑。あ、そうそう、よかった。さすがに、ね、さすがにそこで、あ、なんか栗がくっついてましたとかいうのはさすがにちょっと怖い人になっちゃう。びっくりしました。ずっとひまわりだったと思ってらっしゃった緑挟みましたよね。緑挟んでました。あ、よかった、覚えてらっしゃったけどまあ、お花としてはひまわりだったということですよね。そういうことでございます。あ、びっくりしました、はい、あ、この後もいろいろあるみたいですもんね。あ、うん、次なんでしょうね。多分ハロウィンじゃないですか。へ、うん、秘密だったかもしれないけど分かんないです。ハロウィンってまた難しいですよね。かぼちゃ。あ、かぼちゃじゃないですか。なるほど、かぼちゃと。それでも1日限定じゃないですか。まあ、周辺だったらいいんじゃないですか。1週間くらいはこれからっていうことで、11月1日をもってこのまたガラッと変わるんでしょうね、多分紅葉になったりするかもしれないですね。いや、またあの私あの今朝みたいにちょっとまじまじとこう見てるようにします、はいはい、さっきね山口さんがまじまじと見てて面白かったので写真に撮ったので後でツイッターに許可を取って載せておきたいと思います。お楽しみに山口さんとコスモス、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。あ、ただ暑いだけです